岡里明美は、茨城県出身の元バスケットボール選手である。ポジションは G、F。現役時代は、シャンソン V マジックに所属。現役時代は 3P シュートの名手として全日本で活躍した。名古屋短期大学附属高等学校では1、3年時に高校3冠を獲得。卒業後、シャンソン化粧品入社。日本リーグ。 W リーグ10連覇などのシャンソン黄金時代を支えた。また、1年目より全日本に選出され、ジュニア世界選手権を経験後、1996年にはアトランタ五輪に出場し7位入賞に貢献。1998年のバンコクアジア大会では金メダルを獲得した。2003年、アテネ五輪予選を兼ねるアジア選手権の先行合宿で代表から落選。 これを機に現役を退いた。引退後はバスケから離れ、エアロビクスのインストラクターなどをしていたが、2005年、恩師である中川文一ヘッドコーチの誘いを受け、富士通レッドウェイブのアシスタントコーチに就任。2009年に中川の日本代表 HC 就任に伴う退任のため HC に昇格。W リーグにおける日本人女性 HC は初であったが、 2012年に退任。現在は一般社団法人トレジャーリングにてバスケットボールクリニックのコーチ。外国人女性 HC としては過去にリ・タマジがシャンソン、富士通を率いたことがある。また、バイリーグでは隅田久美子が山梨クイーンビーズの HC に就任しており、三菱電機も Y 降格後に田辺博子が HC に就任していた。ありがとうございます。